ミルク作家アカデミーの山でございます。どうもミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。お願いします。今回は、J1 第3節のベストイレブン発表です。よろしくお願いいたしますということで。はい。出していただきます。まあ、ここにもあります通り、第3節の MVP は、川崎フロンターレのレアンドロ・ロミアさんでございました。はい、いいですね。横文字が多いですね、先生、サムネに最近ね、これ。確かに。このフォントがちょっと好きで。かっこいい感じには仕上がってますね。そうですね。右上にもありますもんね。ミルクサッカーアカデミーってところも、ね。左下にもありますよ、これ。あ、2個貼っちゃった。いいんじゃない？特別にね。こんなこともあってね。わかりました。はい。レアンドロ・ダミア、ダミアオって書くんだね。そうなんですよ、はあ。で、そのダミアンさんのこと言いたかったんですが、はい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 、なんか左上にもなんかサガントスイコール、なんか11月24日みたいになってるじゃないですか。なんだこれ？なんだこれ？あのね、この、うん、我々今年やってるこのベストイレブンっていうのは、正直ベストイレブンっていうよりも、うん、あ、なるほど、ね。そう、週間で24人のベストメンバー選ばせていただいてるんですか。代表選出みたいな感じね。そうなんです。ポジションごとに控え的メンバーもね、はい、あるっていうことね。はい。はい、なんと、ゼータから全部チョイスしたからこそ、うん、まあ、こんなこともあり得るんだなと。なるほど。なんと、ね、24人のメンバー中、11人をサガン鳥栖が占めました。はいはい、すごい。あ、そういうことなの？はい。驚きでした。これは多分、うん、てか、ミルワカリやってる中では史上初だと思うので。ああ。ちょっとそんな、ね、一体どんなメンバーになったのかっていうところもみんなで一緒に見ていきましょう。はい、こちらでございます。出ました。はい。はい、こんなメンバーになりました。真ん中にもね、いい表情のダミアンさんも映ってますけれども。でもダミアンさんなのもね、MVP はね。そうですね。MVP、ダミアンさん、あとトスがギャーンと入ってますので。はいはいはい、はい。キーパーから見てきて、うん、見ていきたいと思います。ゴールキーパー、広島の大迫圭介選手、そして、うん、トスのパク・イルギュ選手でございました。まあ、よ、確かにね。印象残ってますよ、今節。止めまくった感じ。ねえ、間違いなくね。うん、で、特にあの、パク・イルギュ選手に関しては、なんかね、3月11日、12日あたりの、はい、サッカーメディアを結構賑わせまして、はい、おうおお。歴代、日本の中で歴代新記録立てちゃったんですよ、パク・イルギュ選手。何？何？何？ゴールキーパー史上走行距離、歴代ナンバーワン。わー、なるほどね。8キロ超え。いや、8キロ。フィールドプレイヤー並み。うわー、これはすごいですね。これじゃあ何があったのかというと、はい、要は後ろの範囲を広範囲でカバーしていて、うんうんうん、これ試合見てた方は分かると思いますが、ね、はい、左サイドバック中野慎也選手の裏カバーを大阪、パク・イルギュ選手がやってたりだとかってことで、8.16 何キロでしたっけ、本当相当な、彼がいるから成立するプレーはあるってことですよね。そういうことですね。戦術もね、はい。そういうことだなと思いました。そして今日もあのディフェンスメンバー基本的にディフェンスとしてね、相手の攻撃を防いだ回数が多いと人から順番にバーッと取ってきたんですが、すごいメンバーになりました。まずセンターバック陣2人は4人ですね、エドワルド&ファン速攻、トスのセンターバック2人そのまま入りました。おお、素晴らしい。ね、うん、あの実は5対0と、得点失点のスコアだけ見たらトスは5対0で仙台に勝ってるんですが、うん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 、シュート数って意味では実は仙台13本打ってて、はいはいはい、トスも18本ぐらいなんで別にそんなにいいと、ね、よくあるのが、ね、完全にこう押し込まれた場合だったら4本とかに終わっちゃうチームも多いんですけど、はい、仙台も結構攻撃できていた中で防いでたっていう、得点差ほどやられてないよっていうことですね。そうなんですよね。だけどそれを防ぎきってたのはエトスのディフェンス陣だってことになりまして、はいはいはい、左側のね、ベストイレブンの方も、左から中野、エドワルド、ファンソコ、イーノと全員トスのメンバーが入りました。これはあのデータの総合次選出、先生のね、係数で出したデータの上からっていうことですもんね、これね。そうなんですよね。はい、これ本当弾き返した数と考えていただければいいかなと思いますと。で、それ以外にもあったのが、ババ今年の安定感を誇っている、名古屋グランパスの丸山雄一選手。はい。さらには、もう、これで4試合目になりましたか、うん。連続でずっと選出されてますけど、西尾龍也選手。そうか、点も決めました、今節はね。そうなんです。ボレーシュート。もしかすると、月末のね、うん、U24 代表メンバー入りとかだってあり得るんじゃないかな、ちょっと。なるほどね、そうか。うん。わあ、面白くなってきたね。そして左サイドバックには、こちらも、ずっと入っている、旗手怜央選手。はい。入るね。入るね。サイドバックとしても入るね。点も決めましたからね。そうですね、左サイドバックって言ってるのに、右前で決めたもんね、シュートね。あの、仙台戦ね、右45度ぐらいから決めたもんね。前節ありましたよね。どうなってんでしょうね。はい。そして右側には、広瀬陸斗選手、鹿島アントラーズ、アシスト決めましたね、はい、と。はい。
惜しかったところには浦和レッズの宇賀神選手なんていうのもありました。はいはいはい。続いて今度中盤に参りましょう。うんうん、はい、中盤ボランチラインもこんなことになってまして、仙頭敬也、松岡大輝。ああ、そうね。トスじゃんって。ああ、なるほどね。はいはいはい。あとは得点も決めました名古屋の稲垣翔選手もそのブラザーに入っております。はい。そっか。で、ここからは、はい、今度はオフェンスのメンバーが入ってきますと、トップ下、荒木良太郎選手。はい。まあ、わかりやすいですね、ここら辺からはね。うん、そうだね、テイル荒木選手、2得点決めました。はいはい。ごめんなさい、旗手選手は前の説のこと言ってたね。そう、前の説です。ごめんなさい。はい。でも、毎回それに、はい、ね、匹敵する形でずっとしますからね。はい、そうですね。はい。はい、その2得点もありましたし、荒木選手もね、先ほどの、西尾龍也選手と同じように、本当はパリ世代の選手にはなるんですが、うん、まあ、ボランチ、松岡選手、荒木選手、西尾選手あたりがね、一つ上の東京世代の、そのパリ、あ、ごめんなさい、U24、オリンピック代表組に入ってきてもおかしくはないんじゃないかなと思います、ね。はい、はい、はい。ちなみにもう一点だけ、うん、実は最近大久保さんが得点ずっと決めてて、得点ランキングトップなんですよ。はい、はい。4点でね。2位が3得点なわけです。うん、その中に、この荒木選手も入っていると。ああ、そうか。うん。しかも、荒木選手の場合、鹿島は、1試合の頑張せなかったです。はい。鹿島まだ2試合しかやってない中で彼3点取ってる。もう、なるほど。そうか。なるほど。ペース的にはそうだね。ありえないことす。すごい。さらに途中出、トスでね、途中出場で、アシストも決めました、本田圭佑選手と、神戸で先発出場でゴール、アシストにも絡みました、神戸選手が入りました。うんうん、そして最後は3トップでございますと、右には、神戸のドーグラス選手、はい、そして、FC 東京のディエゴ・オリベラ選手、両方ともね、神戸 VS 東京なんていうね、打ち合った2対3の試合でしたけれども、なるほど、その得点に絡んだ方々が入ってまいりました。うん、まあ、いい試合だったってことだよね、それだけね。そうですね。で、左側には三笘選手、前田大然選手、小山智也選手が入りました。うん、はい、まあ、いずれもアシストまたは得点というところで結果残した選手がそのままね、他の数値でも良くて好調で入っておりました、はい、うん。一番最後真ん中でございます。もちろん MVP のこの方、レアンドロ・ダミアン選手。うん、2得点なんですが、はい、これちょっとね、日本の中だったら、やっぱ、まあ、世界でもですけど、なかなかない形でのね、選出にはなるんですよ。うん、ダミアンさんは2点取ってるんですが、その2点ともが、相手にプレスをかけた上でボールをダッシュして取ってるんで、はあ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 、すごい。いわゆる守備段階で一人でというか数人でこう噛み合わせしてボール奪って取った形になるので、なるほどね。相手としてもたまったもんじゃなかった。たまったもんじゃないですね。しかもめちゃめちゃ90分頑張ったってことでしょ。それはね、普通のフォワードよりも。そういうことでございます。追い回したってことですもんね。そうです。ああああ、すごい。元セレソンが。いや、いい選手ですね。そこを献身的という意味でもね。そうなんです。一つ記事というか、うん、インタビュー記事みたいなのが上がってたんですが、はいはいはい、今年ダミアンさんは川崎フロンターレの中で副キャプテンにも就任されてるんですけど、はいはい、そうです副キャプテンになって、うん、僕の責任感寄りましたんだ、うん、熱いコメントもダミアンさん残されてる。そう言った瞬間の写真だもんね、これね。これね、うん、まさにね。副キャプテンっていう顔してますよ。口元がまさにそんな感じでございます。そして、トスのね、フォワード山下啓太選手と、はい、最後ちょっと僕もというか、多分日本中知ってる、彼を知ってる人だったらみんなびっくりだったんじゃないかと思うのが、はいはい、酒井宣義選手でございますと、これはちらサガンです、いわゆる酒井豪徳選手の弟さんですね。はいはい、はい。出てましたよね、トップで。はい。はい、一番最後、後半の途中から途中すると入ってきたんですが、うん、まずは皆さん、この酒井選手、もともとね、はい、どっちかっていうと緑とか黄色じゃなくて水色寄りの選手なんですよ、はい、そうですよね、うん、はい、サイドバックサイドバック、うん、ウィングバックをやってきた選手で、はい、で開幕戦もウィングバックかなんか出てたんですけど、うん、どうやら彼の多分体幹の良さとか、うん、体のその突きの良さとかポストプレーのできる具合を買って飛ばれたの、うん、すごい収めてましたもんね、綺麗な収め方してましたよ一回で、センターバック2人相手に両腕で抑えて、はいはい、真ん中でね、ど真ん中で。あれぞ、ポストプレーみたいなね。そうなんです。うん、あとはこぼれ球ちゃんと押し込んで得点にもね。そうなんです、ね。最後ダメ押しで決めてましたし。っていうことで、途中答え枠の中で、最高のアピールでしたね。うん、そうなんですね。これトスとしても、あ、新しいオプションできたわーって感じになると思うので。はい、このポジションだと兄弟対決みたいなね。
あるかもしれませんね。兄弟マッチアップもあるんじゃないですかね、これね。局面によっては。はい。はい、ということで、そんなメンバーが今回は入りました。なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい。これが出てる頃にはね、もう J1 としても第4節が開かれてるんじゃないかと思いますが、うんうんうん、またね、週明けにでもベス、J1 の第4節、J2 第3節、そして、はい、J3 の第1節のベストイレブンご紹介していきたいと思いますので、はい。どうぞ皆さんよろしくお願いします、はい。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。井上マーでした。ノーミルク佐藤でございます。いろいろやっております。毎日やっております。ぜひまた次回お会いしましょう。それでは、ありがとうございました。良い週末にです。